トクソドンは、先進予行期から後進予にかけての約1100万年前から1万年前の南アメリカに生息した大型草食動物で哺乳類の絶滅した族。南ヒズメメ、トクソドン科。南米で進化した独特のユーヒズメ動物で最後まで生き残ったものの一つ。学名は、球状の歯の胃、弓ケけ物とも呼ばれる。 トクセドンプラテンシスの頭骨。想像図と人間との大きさ比較。体長約2.6から2.8メートルほど、体高は1.2から1.5メートル。南膝目めでは最大級となる。頭蓋には高い尾骨を持っていたが、角はなかった。胴体はがっしりとしており、肩周囲の筋肉が特に発達していた。首も短く、骨盤は幅広い。これは、 重量級の哺乳類に多く見られる特徴である。獅子も太く短いが、特に前足は短かった。足裏行性であり、動きは鈍重であったであろう。獅子の先端にはひめを持つ三つの跡があったが、特素丼が木ひづ目に属しているというわけではなく、修練の結果である。主短く、全体の印象としては角のないさえあるいはカバに似る。葉は、上顎摂取が、 のみ状で大きく、下顎のものは前、髪型へと突き出していた。上顎歯列は内側に湾曲していた。これが学名の由来である。このため薄葉の葉岩は高く無根で終生伸び続けた。この葉で草とこの葉を両方食べたと思われる。トクソドンは特に南アメリカ大陸南方で繁栄していた。しかし300万年前、パナマ地境を介して南北アメリカが繋がり、 ヒズメ類、玉ヒズメ類、長尾類などが軟化、トクソドンなど、南米ウヒズメ類は彼らと競合関係に陥った。多数の種が新山社との競合に敗れて、絶滅していったが、トクソドンは最後まで生き残り、一部は中央アメリカにまで進出する者も,もいた。しかし乾燥化、寒冷化など、環境の変化に伴い次第に、勢力は衰え、約100万年前に絶滅した。 この生物はビーグル号で南アメリカを訪れたダーウィンがアルゼンチンで化石を発見している。同様にダーウィンが発見したものとしてはマクラウケニアが挙げられる。彼が持ち帰った標本は頭骨のみであったため、発達した摂取などの特徴から当初は大型の月肢類と誤認されていた。南アメリカのアルゼンチン、ボリビア及びアンデス産地、中央アメリカから化石が出土。 ありがとうございます。